俺の名前は村井新人26歳。俺は仕事の関係で半年前にこの地域に引っ越してきた。この地域では毎年お祭りを開催しているらしく、若手の力が欲しいとお願いされ、俺は手伝うことになった。祭りの主催者である田辺さんから一通りの指示を受け、俺は祭りの設営をしていた。すると親父二人が近づいてきて、俺に声をかけてきたのだ。おい、そこの若いの。お前、この場所がどういう場所か分かってやっているんだろうな。お前が今いる場所は、俺らにとって邪魔な場所なんだよ。さっさとそこをどけよ。俺は急に切れ出す親父二人に戸惑った。いや、俺はここで設営をしてくれって頼まれて、だからここでやっているんですけど。はあ、お前、よく見たら見かけねえ顔だけど、この祭り初めてだろ。どうしてそのお前が、長年やっている俺たちより詳しいと思うんだよ。俺らは毎年の積み重ねを経験して、よくわかっているんだ。てか、そもそも誰にここでやれって言われたんだよ。どうせお前の勘違いだろ。とにかく、敵屋で商売をするなら、俺らの邪魔になるんだから、言われた通りに従っていればいいんだよ。どうせ祭りなんてものは、俺らがいなかったら成り立たねえんだ。お前みたいな設営係と、俺ら敵屋の商売じゃ話にならねえ。本当に、この場所で設営を頼まれたんですよ。ちゃんと図面ももらっていますし。だから、誰に頼まれたんだって聞いてんだよ。頼まれた、頼まれたって言って、自分は悪くないみたいな発言。お前何サイズなんだよ。お前が勘違いしているってことがあるだろうが。本当にその図面の見方で合っているのかも怪しいからな。俺は、このお祭りの主催者の人、田辺さんに頼まれて、だから間違っているはずはないんですが。田辺さんが、お前みたいな若造に、そんな重要なことを頼んだのか。ないない。田辺さんはお前みたいな若造が一番嫌いなんだよ。それなのに、お前にこんな大事な設営を頼むはずがないだろう。いや、先月に手伝ってくれって、それも田辺さんから頼まれましたけど。お前、何から何まで、本当に気に食わねえ野郎だな。俺らが言っていることに、いちいち文句つけるってことか。俺らが何年この祭りに関わっていると思ってんだよ。お前みたいに、少しこの地域にいて、頼まれたからって、のこのこ来ているようなやつとは、そもそもの気合が違うんだよ。田辺さんも、こんなひょろひょろなやつに頼むなんて、何を考えているのか。まあ、確かに、重労働には若造を使っている方がうまくいくんだろうが、それでも、ちゃんと話を素直に聞いてくれるようなやつを選ばねえと意味がないのにな。文句ばっか垂れているような、こんなやつには、任せてられねえな。ほら、あとはいつものメンバーがやるだろうからよ。お前みたいなよそ者は帰れ。どうせこの祭りを本気で盛り上げたいなんて気持ちはないんだからな。そうだ、帰れ帰れ。伝統ある祭りなのに、よそ者に出入りされるんじゃたまったもんじゃない。俺らの目障りなんだよ。どうしてそんなことが言えるんですか。田辺さんは優しいおじいちゃんですよ。若造が嫌いだなんて発言をするような人にも思えませんし、重労働を若い子に押し付けて楽をしようなんて考える人にも思えません。あなたたちの方こそ何年もこの地域にいるのに何も知らないんですね。お前、俺らにそんなこと言って喧嘩売ってんのか。俺らに目つけられたらこの地域ではやってけねえぞ。それくらい俺らは小さい頃からずっとこの地域にいるんだからな。そうだ、俺らに目つけられたくなければさっきの発言取り消せや。ちゃんと頭下げて謝罪でもすれば許してやるよ。
俺らに盾ついて申し訳ありません、邪魔をしてしまったことも申し訳ありませんってな。どうして俺がそんなことを。俺はあなたたちに謝罪する気なんてありませんよ。とにかく俺は設営を頼まれているんで、邪魔しないでもらっていいですか。あなたたちも自分の用意があるなら早くした方がいいのでは。お祭りの開催時間に間に合いませんよ。マジで生意気な野郎だな。お前が設営したものが邪魔だから、こっちは手を止めて言っているんだろうが、さっさとどけろって言ってんだよ。ほら、これも、あれも、この場所でやることじゃねえんだよ。親父たちは、俺が設営したものを次々と片付けていった。俺は周りを見渡し、設営している人がいないか探したが誰もおらず、親父たちをどうしたものかと悩みながらも、やめてくれと止めに入るしかできなかった。ちょっと、勝手に触らないでくださいよ。こんなことして、お祭りに間に合わなかったらどうするんですか。勝手に触るなだと？お前みたいなよそ者に、そんなことを言われる筋合いはないね。お前の方こそ勝手に触るな。ほら、とっとと帰れよ。俺はだんだん腹が立ち、親父たちの敵屋に同じことをし始めた。そうですか。あなたたちがそういう態度を取るんでしたら、こっちも同じことをさせてもらいますよ。俺は悪くありませんからね。先にそっちがやってきたんですから。お前、何やってんだよ。俺たちがどれだけこの祭りを楽しみにしているのかも知らずに、こんなこと。やっぱりお前はよそ者だから、こんなひどい真似ができるんだ。俺たちが年に一度のこの祭りに、どれだけの思いがあるとも知らずに、これだから若い奴は何をするかわからない。こんなことするなんて、何を親から教わってきたのか。親父たちは自分がしたことをされただけなのに、一方的に俺のことをひどいと言い出し、被害者面をした。俺は周りにそんなことを言いふらされ、もうどうすればいいのかわからなくなり、最終的に無視をして祭りの設営に戻ることにした。お前、こんなことしておいてただで済むなんて思うなよ。お前がしたことは俺たちの妨害なんだぞ。俺たちの妨害をするってことは、この祭りをめちゃくちゃにしようとしているのと同じなんだぞ。そんな奴をこのまま野放しになんてできないんだからな。おい、何か言ったらどうなんだ。俺たちはお前よりも年上で、尊敬されるべき人間のはずだ。そんな俺たちにその態度、許されないぞ。そうやって、聞こえていませんみたいな雰囲気、マジでムカつくんだよ。俺たちをバカにしやがって。聞いているんだったら、返事くらいしたらどうなんだ。いい加減に、その態度改めねえと、お前、痛い目に遭うぞ。痛い目って何ですか？今の、立派な脅迫ですよ。ちゃんと脅迫ってことを分かって言っているんですよね。はあ？なんだよ急に。俺たちはただ邪魔だって言っているんだ。ここは清流組の島だろ。俺ら二人に逆らうとヤクザ呼ぶぞ。呼んでみろよ。え？俺たちは本当にヤクザと知り合いなんだからな。これは冗談とかじゃねえぞ。それが何なんですか。呼びたいなら勝手に呼べばいいじゃないですか。お前、自分が何言ってんのか分かってんのか。俺らはヤクザを呼ぶって言ってんだぞ。これは遊び半分とかのお話じゃねえからな。ええ、分かっていますけど。俺がヤクザという言葉を聞いても驚かなかったからか、親父たちは少し驚いている様子だった。しかし、一度言い出したことを引っ込めるわけにはいかず、スマホを取り出した。俺たちがヤクザと知り合いだってこと、
どうせ嘘だとか思ってんだろ。俺たちを馬鹿にしたことを後悔させてやるよ。こんなやつ、どうせマサヤさんを見ればおじけづいて逃げるはずだ。ほら、早く連絡をしろ。すると、スマホを持っていた親父が誰かと連絡を取り始めた。ああ、もしもし、マサヤさんですか。ちょっと懲らしめてほしいやつがいましてね。俺らに盾つくようなやつで、いつもみたいにやってくれませんか。ああ、ちょうど暇だったしいいぜ。でもいつも通りの報酬をくれるんだろうな。もちろんですよ。今、清流組の島でもあるこの地域でお祭りをしてましてね。そこに懲らしめてほしい小僧がいるんで、お願いします。親父はそう言って電話を切ると、自慢げに俺の方を見た。マサヤさんは来てくれるってか。ああ、もちろんだ。いつも俺たちがしてやっているんだから、こういう時に手を貸してもらわねえと割に合わないだろう。俺たちもいいように使わねえと。それもそうだな。お前、マジで何されても知らねえからな。俺らは目の前で見たことねえけど、俺らが頼んで懲らしめてもらった奴らは、後で必ず俺らのところに土下座しに来るんだよ。痛そうな姿をしてな。想像するだけでかわいそうだな。今からでも俺たちに頭下げれば、穏便に済むように言ってやるよ。どうする？俺らに頭下げるか。痛い目に遭いたくなければ、そうした方がいいと思うがな。親父たちは、俺が焦って頭を下げる姿を想像しているのか、二人でかなり楽しそうに話していた。その時、俺は後ろから肩をトントンとされた。振り返ってみると、笑顔で俺を見ていた。ユーマさん、ユーマさんじゃないですか。どうしたんですか、こんなところで。久しぶりだね、シンジ君。いやー、ここら辺は俺らの住処みたいなもんだからさ。こんな場所で祭りが開催されるってなると、毎年組長がワクワクしてきたがるんだよ。もう60過ぎているっていうのに、本当に元気で困るんだから。そうですか。いやー、本当に久しぶりですね。多田さんがそんなにも元気そうでよかったですよ。あの時はどうなることかと思ったくらいですからね。そうだろう。だから俺からすれば、無茶はしないでほしいんだけどね。行きたいって、毎年固くなに言い出すものだから仕方なく。あれ、でもまだお祭りが始まるまでは時間が。一応、組長が来る場所だからね。何かあったらいけないから、先に来て確認でもしておこうかなって。そしたら、シンジ君が見えたからさ、本当に驚いちゃったよ。今日は、このお祭りの設営を頼まれたものですから。俺が仲良く話している姿を見て、明らかにドン引きしている親父たち。その時、ちょうど親父たちが呼んだヤクザが現れた。おい、来てやったぞ。あれ、どうしてユーマさんがこんなところにいるんですか。マサヤの方こそ、俺は組長が祭りに来るって言い出したから、先に様子を見に来たんだ。お前も、祭りに来ようとしていたのか。いや、今日は別件で。いつも親しくしている親父たちに呼ばれたんすよ。で、俺に懲らしめてほしいってやつはどうした？いやー、それは、もう大丈夫だよな。ああ、大丈夫です。はあ、俺を呼んでおいて大丈夫はねえだろ。何もしていないからって金を渡さないなんてことはないよな。親父たちが俺を呼んだんだから、ちゃんと金は払ってもらわねえと困るぞ。ええ、もちろんですよ。いつも通りの金額をお支払いします。それだったらいいけど、だったら俺もここまで来たことだし、祭りを楽しんじゃおうかな。それ、俺のことですよ。え、だから、この人たちが懲らしめてほしいってお願いした相手、それ、
俺のことなんですよ。俺がこの場所でお祭りの設営を頼まれてしていたら急に絡んできて、邪魔だとか散々イチャモンつけて、挙句に勝手に触り出してむちゃくちゃにして、それでも俺が動じないから腹が立ってあなたを呼んだんですよ。俺を懲らしめてくれって。そうなのか。だったらどうして頼んだのになかったことにするんだよ。ここにユーマさんが来たからですよ。俺らの会話を聞いて、俺がヤクザと親しげに話していることを悟ったんでしょ。それにあなたが来てからは、俺が親しく話している人よりも立場が下だと分かって、それで焦ってなかったことに。でも、それでなかったことにできるなんて大間違いですよ。俺は散々あんたらにバカにされて邪魔されたんだ。謝罪の一つくらいしたらどうなんだ。なるほど。それで親父たちがいつもより元気がなさそうなのか。あんたら、喧嘩売る相手を間違えたってことだな。やっぱり、金は払うって言ったんだから、こいつを懲らしめてくれ。俺たちが身を引いておとなしくしようと思ったからって、あることないことをめちゃくちゃに言いやがって、俺たちは何も悪くない。お前が俺たちの邪魔をしたからこうなっているんだろう。俺たちが何年この祭りの準備をしてきたと思っているんだよ。お前みたいなド素人にそんなことを言われる筋合いないんだよ。こういうやつは痛い思いをしないとわからないんだ。マサヤさん、俺らは金を渡すって言っているんだ。いつもやっているみたいにこいつを懲らしめてくれ。親父は吹っ切れたようにヤクザに助けを求めた。しかしその発言に口を挟んだのは若頭であるユーマさんだった。あんたら本気でシンジ君が悪いと思ってんのか。はじめにイチャモンをつけたのはあんたらなんだろ。シンジ君はな、何もされていないのにこんなにも言う人じゃないんだよ。組長の命を助けた恩人だからな。もしかしてこの人があの時組長を助けた人なんですか？ああ、そうだ。シンジ君は周りに誰もいなくて助けを呼べない組長に気づいて駆けつけて助けたんだ。あの時シンジ君が気づいてくれていなかったら組長は今頃いなかったかもしれないっていうのに、そんな人がわざとあんたらの邪魔をしようなんて思うはずがないだろう。そんなのわからないじゃないか。この若造だって人間だ。そういう心を持っていてもおかしくないだろう。ほら、マサヤさん、とっととこいつの本性を暴いてくださいよ。俺に組長の命の恩人をボコれって言ってんのか。お前ら頭大丈夫かよ。そんなこと俺がするわけねえだろ。てか、悪いのはあんたらの方じゃねえのかよ。ユーマさんがこうやって言っていることにも簡単に否定しやがって、そんなの俺が許さねえぞ。マサヤさんまでそんなこと言うなんて。わかった。わかりましたから。もう俺らは怒ることも責めることもしないです。なあ、そうだよな。ああ、マサヤさんにそんなこと言われたら、もう何も言えないですって。親父たちは、唯一の救いであるヤクザにキレられ、もうどうすることもできなくなった。そんな時、楽しそうに話している組長と主催者の田辺さんが現れた。いやー、今年も開催できてよかったですね。本当にお体は大丈夫なんですか？ああ、俺は毎年あるこの祭りが大好きなんだ。体がいくら言うことを聞かなくても生きている限りは毎年来るからよ。あれ、お前らどうしたんだ？組長、どうして勝手に来たんですか？俺が迎えに行くって言ったじゃないですか。ユーマがいつまで経っても帰ってこないから、しびれを切らしたんだ。ほら、早い時間に来ないと田辺にも会えないからな。あれ、シンジ君どうしたんですか？長島さんも浜田さんもなんだか浮かない顔をしています。シンジじゃないか。こんなところで会えるなんて。
そうか。ユーマはシンジに会っていたから遅かったんだな。俺も会いたいと思っていたのに。それだったらもっと早く迎えに来るべきだろう。それが、シンジ君がこの人たちと揉めていたものですから。この人たちって、長島さんと浜田さん。どうしたんですか？あれ、全然設営が進んでいないじゃないですか。このままではお祭りに間に合いませんよ。いや、田辺さんにこの場所に設営してくれって頼まれて、俺はその通りにしていたんですけど、この人たちが邪魔だって言い出して、それでめちゃくちゃにするものですから、言い合いになってしまって。だって、毎年している場所はここじゃないじゃないですか。俺たちは毎年のことだから、俺たちの方が詳しいのに、こいつが田辺さんに頼まれたからって一点張りで、俺らの話を聞こうともしないもんで、それで俺たち、ついカッとなってしまって。そうですよ。でか、田辺さんも、新しい人に頼むんだったら、ちゃんと教えてあげないと。敵屋の俺らが迷惑しているんじゃ、どうにもならないじゃないですか。何言っているんですか。私がシンジ君に、この場所でってお願いしたんですよ。う。親父二人は、まさかの返答に目を丸くして驚いていた。そんなわけ。毎年向こう側に設営して、敵屋がこの場所で用意するじゃないですか。どうしたんですか、田辺さん。もう去年のことを忘れちゃったんですか。いやだな。主催者である田辺さんが一番しっかりしてもらわないと。そういうことだったら、俺たちも納得しますけど。なあ、田辺さんのミスじゃ、俺たち何も言えないよな。おう、田辺さんも人間だからな。私は、間違えていませんよ。間違っているのは、長島さんと浜田さんの方ですよ。何言ってんですか。俺たち毎年準備しているのに、そんなわけ。今年は、祭りの準備をするにあたって、説明会を開いたじゃないですか。その時に、ちゃんと話を聞いていなかったんですか。ほら、よく周りを見てくださいよ。周りの人たちは、私が説明した通りに準備してくれていますよ。親父たちは、周りを見渡し驚いていた。いつ、そんな話が。あなたたちは、いつも人の話を聞かずに喋っているから、そうなるんですよ。だから最後に、お願いしますねと、あなたたち二人に言ったんです。そしたら、ちゃんとわかりましたって言ってくれたから、安心して任せていたのに。親父たちは、顔を真っ赤にしてうつむいた。いや、そうだったんですか。俺たちうっかりしていたよな。そうそう、話はちゃんと聞いていましたよ。ほんとうっかり。年って怖いですよね。毎年のことだから、いつものように準備してしまったよな。親父たちは、自分たちが間違っていると気づいたにもかかわらず、俺に一言もなかった。あんたら、俺に土下座を求めたよな。ヤクザを呼んで、俺に手を出してもらえれば、俺が土下座するって言って。それなのに、自分たちが悪いって分かったのに何もなしですか？俺には散々要求しておいて、自分たちは何もしなくても解決してもらえると思っているんですか？それは、俺たちに土下座してほしいってことか。土下座を求めるなんてそんな物騒な。ほら、楽しいお祭りが始まる前に準備しないと。そうだよ。人間だったら、誰だって間違えることはあるでしょう。もっと心を広く持たないといけないと思うよ。親父たちはそう言って逃げようとしたが、それを許さなかったのは組長だった。お前ら、それを俺の目の前でするのは気に食わんな。確かに失敗やミスは誰にでもある。だが、それは当たり前のように言うのはどうなんだ。自分がしたことを棚に置いて物を言うなんて、
そんなダサい真似は許さねえぞ。組長が親父に威圧すると、親父たちは一気に顔色を変えた。さっきまでの態度、本当に申し訳ありませんでした。自分たちが間違えていることにも気づかずに、本当にすみません。すみませんでした。親父たちはようやく、俺に土下座をしてみせた。新次くん、長島さんも浜田さんも、この通り反省しているみたいだから、許してやってはくれないか。これからも申し訳ないことをしたと思うよ。善意でお祭りの設営を心よく受け入れてくれたのに、こんな思いをさせてしまうなんて。そんな、田辺さんは何も悪くないじゃないですか。俺は確かに謝罪を求めましたが、別にそこまで怒っているわけじゃないんですよ。俺が一番許せないのは、俺にそんな態度を取ったことじゃなくて、代わりに謝罪までしてくれている田辺さんの悪口を言ったことです。俺が田辺さんに指示を受けたって言ったとき、この人たち、田辺さんのこと、田辺さんが誰よりもお祭りのことを考えてくれているとも知らずに、ちゃんと田辺さんにも謝ってくださいよ。そういうことですか。長島さんも浜田さんも人が悪いですね。前にも私、あなたたちに言いましたよね。そういうことを口にするのはやめた方がいいと、何度も何度も言ってきましたよね。そして次そういうことがあれば、もうこの祭りに参加することを許しませんよと、忠告もしましたよね。本当に残念です。田辺さん、すみません。俺たちそんな、全部本気で言ったわけじゃないんですよ。来年からは、あなたたちが敵屋をすることは許しません。それと、雅也さんでしたっけ?あなたのことも言っていましたよ。金を出しているんだから、いいように使わないとって。気をつけた方がいいですよ。自分が使ってやっている気になっても、相手がどう思っているかわからないってこと。組長さんや、ゆうまさんが、組を大事にして築いてきたものを汚しているのと同じですから。俺が全てを暴露すると、親父たちはヤクザに詰め寄られた。親父の癖して、俺のことをそんな風に言ったなんて、今までいろいろやってやったっていうのに、どういうつもりなんだ。俺のことを馬鹿にするなんて許さねえぞ。申し訳ありません。謝罪なんていらねえんだよ。お前ら今すぐにでもボコボコにしてやる。ヤクザが親父に殴りかかろうとしたとき、組長が大きな声を出して止めた。まさや、馬鹿にされるお前が悪い。でも組長、今日は俺が楽しみにしている祭りなんだ。その祭りで暴れることは許さん。さすがに組長にそう言われたヤクザは、それ以上暴れることはできず、親父たちに手を出すことをやめた。その後もずっと平謝りの親父たち。手は出されずに済んだものの、終始ヤクザから睨まれていた。祭りは楽しいものなんだから、今日のところは俺に免じてね。田辺もそう思うだろう。まあ、そうですね。今後の祭りのことは、また話をさせてもらうことにしますよ。組長のおかげで、その場は収まり、今年のお祭りも無事に開催できることとなった。しかし、親父たちはその年以降、田辺さんの権限で祭りに参加できなくなり、地域に何十年と住んでいた自分たちが恥をかいたことが悔しかったのか、すぐに引っ越していった。だが、後からユーマさんから聞いた話では、祭りの日は組長に止められて何もしなかったヤクザだったが、後日親父たちの家に訪ねに行ったらしい。そこで何をされたのかまでは、詳しくは聞かなかったが、きっと
かなりひどい目に遭ったのだろう。俺はというと、次の年も田辺さんに祭りの設営を頼まれ参加していた。新次くん、今年もお手伝ってくれてありがとうね。新次くんのような若い子がいる方が、やっぱり活気があっていいね。そうですかね。俺はただ暇なので、どうせだったらと思って。それでも、祭りに参加するようになって、少しはこの地域にも馴染んできたんじゃないか。そうですね。たまに道端とかで見かけてくれる人に声をかけられたりとか、なんだか恥ずかしいけど、すっかり俺のことを受け入れてくれたって感じがして、ここに住んでいて、とても居心地がいいです。そうかそうか。シンジ君だったら、すぐにこの地域に馴染んでくれると思っていたんだ。私と会った時がそうだったからな。シンジ君は誰にでも優しくて、周りがよく見える。私はそんなシンジ君だからこそ、お祭りの手伝いを頼んだのかもね。そうだとしたら、田辺さんの勘違いですよ。去年は、俺のせいで揉め事を起こしてしまって。あの人たちは、みんなからも苦情が来ていたような人だったからね。シンジ君が何かを感じることはないよ。それより、私ももう来年で60になる。何十年もこの祭りの主催として頑張っていたが、そろそろ若い子に世代を交代しないとと思うんだよ。確かに、主催の人は毎年あっちこっちで呼ばれて大変ですもんね。シンジ君にお願いしてはダメかな。俺ですか？俺なんてずっとこの地域にいたわけでもないじゃないですか。そんな俺が主催なんてしたらみんな怒りますよ。それに独身の俺がなんて恥ずかしすぎます。みんなが、シンジ君を推薦しているんだよ。だから、任されてほしいんだ。俺は、優しい田辺さんの気持ちを、断ることができず、主催をすることを、受け入れることにした。そして、俺は自分が主催者になるならと、田辺さんに一つ提案したことがあった。それは、組長が祭り好きだということもあり、清流組の人たちにも手伝ってもらうことだった。どんどん地域が過疎化していくことを気にしていた田辺さんだったからこそだった。田辺さんは組長の人柄も知っていて、いいんじゃないかと賛成してくれた。俺はヤクザという点で、みんなから怖がられるんじゃないかとも思ったが、意外にも組長がやる気になっていることで、組員みんながやる気になり、それからはお祭りの規模も大きくなり、より楽しいものとなったのであった。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。